それでは、第25回、玉川 G1 女将座決定戦に出場する、東京支部渡辺千草選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。渡辺選手、はい、なんと女将座25回のうちこれは24回目だそうですが。そうです。最多出場です。最多出場ですよね。こうなってくるとですね、そのいなかった1回っていうのがいつだったのかちょっと探したくなってんですけど、覚えてますか？2001年多分玉川の大会ですね。はフライング休み？いえ、ちょっと忘れ物しちゃって整備中に、それのペナルティーで残念な、じゃあ皆勤賞を逃す残念な、そうですね、今思うとそれ残念でした、ね、逆にそっちの方がなんか強い思い出になってしまったりしてて、そうです、その前の年の丸亀から G1 に、はい、上がったんですよ、女将座、はい、それで次の年は玉川でせっかく G1 だったのに出場できなくて、すごい稼ぎ時なんで、はい、これも、もう玉川さんが最初に、そうですよね、ゴールデンウィークで開催したのが、はい、多分全国で先駆けて玉川が初めてだと思って、はい、ね、ずっとでも女子レースをね、うん、こうね、そうです、売れない頃から玉川さんで走らせていただいたんで、うん、そういう意味じゃね、思い入れのあるレースだし、はい、思い入れのある、ね、競争場だし、そうですね、うん、玉川で優勝するのは夢です。カバー もう小さいカバーですから、はい、どうしてもインが、逃げるのはよほど仕上がってないと難しいですね。選手の側からはやはりそういう点っていう、まあ、どこでも取れちゃう、そうですね、まあ、センターが仕掛けられるとどうしてもインコースは厳しいっていう、まあ、場合もありますね、うん、まあ、女将座があるというんで、はい、まあ、去年はもう 3,4 回斡旋いただきました、はい、で、まあ、いい時もあれば悪い時もあるんですけれども、プロペラはもうだいたいこれかなっていうのは2枚はあります。お、あと1枚ちょっと自信、明日から作ります。明日から本番へ向けて最後の一仕事ですね。はい、あの悪あがきを明日からやりたいと思います、はい。じゃあ最後になりますが、はい、王座決定戦、うん、まあ、最後ね、ひな祭りに絡むなんか最後のこう王座になるらしいんで、そうですね、思い切ってアピってもらって、はい、はい、よろしくお願いします。あのひな祭りといえば3月3日が私、初勝利のプロ初勝利した日なんで、3月3日まだ1着取れたら若々しい気分に戻るかと思います、地元ですので、ぜひ優勝戦に乗っていいところをお客さんにいっぱい見てもらいたいと思ってます。応援してください。はい、ありがとうございます。渡辺千草選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。